ではウォルスタ国民戦線とは和解できそうなのだな。ああ、1ヶ月後に代表者同士で話し合いをすることになっている。条件は？こちらが捕らえた幹部6人の釈放と奴らの参政権を認めるという2点だ。バカな。それでは他のゲリラを勢いづかせるだけではないか。わかっている。あとは閣下にお任せするしかあるまい。しかし閣下といえども。いい加減にせんか。このような場でする話ではないだろうが。あと小一時間もすれば戴冠式が始まるのだ。戴冠式が終わってからにしろ。失礼いたします。皆様、お時間でございます。会場へお急ぎください。うん、承知した。モルーバ様、閣下の所在をご存知ありませんか？先ほどから下働きの女どもが探しているようで。いつもの場所においでだろう。もうしばらく待てと女どもに伝えよう。承知いたしました。閣下にも困ったものだ。わしが呼んでこよう。皆は先に行け。姉さん。どうして姉さんの言うことが聞けないの？言いたいことはわかるわ。でも私はあなたを失いたくないのよ。考えたくないけど、父さんはきっと死んでいるわ。私にはあなたしかいないの。そう、この世に血を分けた肉親はあなただけ。たった二人しかいない兄弟なのよ。死なせたくない。ごめんね。あなたを止められるわけないのに。でも約束して、姉さんから離れないって。離れていく？僕はいつも姉さんのそばにいるじゃないか。これからだって。嘘よ。あなたは私より戦いを選んだわ。自分の理想を実現させるためなら、あなたは私を見捨てることができる。私のことを忘れることができる。姉さん、たった二人きりの兄弟なのに。姉さん、姉さん、僕は間違っていたんだろうか。また勝ち屋のことを考えていたのか。そろそろ式典が始まるぞ。皆がお前を待っている。モルーバ様、やっぱり僕は。今はその話をするべき時ではない。クリシュらしく振る舞うのだ。しかし、今お前が王にならねば、この島は再び戦乱に包まれる。お前にしかできん。お前にしか王の役目を果たせん。それを分からぬお前ではあるまい。さあ行くぞ。父さん。
チアを救ってやってくれ。ガチアを助け、この戦乱を終わらせることができるのはお前しかいないのだ。父さん、己を捨てろ。大義のための礎となれ。現実をきちんと見据えて、より良い選択肢を選ぶのだ。お前は次の世代のために道を作るだけでよい。それを忘れるな。父さん、しっかり、しっかりして。すまん。父さん。戦いは終わった。しかし問題は山積している。貧困にあえぐ者、戦火によって家や家族を失った者、そして未だ恨みを抱く者、願わくば遺恨を残さないでほしい。忌まわしき過去と決別してほしい。我々の未来のため、子供たちのために、過去を悔い改めなければならない。我々にはそれができるはずだ。新たな世界のために、このバレリアに暮らす同じ民として平和な未来を築こうではないか。ウォルスタに栄光あれ。